テキサスホールデムにおけるコミュニティカードテキサスホールデムはポーカーの一種。各プレイヤーごとに配られる2枚の手札だとコミュニティカードと呼ばれる全プレイヤー共通のカードを組み合わせてプレイする。アメリカ合衆国のカジノにおいては最もポピュラーなゲームの一つである。通常は2人から10人で行われる。いつ考案されたかは定かではないがテキサス州立法府には テキサス州ロブスタウンにおいて1900年代初頭に最初のプレイが行われたと記録されている。ラスベガスには1967年にテキサス州出身のギャンブラーとカードプレイヤーによってもたらされたが、その中には後に伝説的プレイヤーとなるクランデル・アディントン、ドイル・ブランソン、アマリロ・スリムラがいた。その後、このゲームは 賭博の道元業を行っていたテディロジャーストリアム、フルートによってヨーロッパに紹介された。数年の間、ゴールデンナゲットカジノがラスベガスにおいて唯一このゲームを開催しているカジノであった。この頃、そのポーカールームはおがくずのたまり場と呼ばれ、その名の通り油まみれのおがくずで床が覆われているような部屋であった。そのような立地と内装ではこのポーカールームは決して、 金文字に人気のある部屋とはならなかったため、プロのプレイヤーはより良い環境を求めた。1969年、ポーカープロたちは当時ラスベガス中心部にあったデューンズカジノの入って、すぐの場所にテキサスホールデムをプレイできる場所を誘致した。この重要な立地に初心者が集まるようになった結果、プロのプレイヤーにとってテキサスホールデムはとてもありのいいゲームになった。 1969年、トム・ムーアによって、ポーカートーナメントが開催され、テキサス・ホールデムを含む何種類かのゲームが行われた。1970年、この大会の更新として、ベニー・ビニオンが1949年に開催された、伝説のイベント、ワールドシリーズ・オブ・ポーカーの名前を引き継ぐ形で、開催。会場をラスベガスに、彼の所有するカジノである、 ビニオンズホース州カジノに変更した。変更後の最初の大会で、ジャーナリストのトム・サックリーは、このトーナメントのメインイベントは、ノーリミットテキサスホールデムであるべきだ、と指摘した。ビニオンはこれに同意し、以来この大会のメインイベントは、ノーリミットのテキサスホールデムになっている。このメインイベントに対する関心は、以来20年を超えて、ますます増え続けた。 1972年にわずか8業者であった。参入者が1982年には100以上、1991年には200業者を超えている。この間、ドイル・ブランソンの書いた革命的なポーカー戦略本、ドイル・ブランソン S スーパーシステムの初版が発売された。1978年に100ドルで自費出版されたその本はそれにもかかわらず、ポーカーをどうプレイするか、 という点において革命を起こした。この本はテキサスホールデムについて語った最初期の本の一つであり、今日でもこのゲームについて語る際には最重要な本の一つとして位置づけられている。数年後、アルフレッド・アルバルズが初期のポーカー世界大会に関する本、ザ・ビッケスとゲームインタウンを出版した。その手の本としては最初の本であり、本には 世界のプロポーカープレイヤーとポーカー世界大会について書かれている。この本はまたポーカー文学の祖と位置づけられ、テキサスホールデム、そしてポーカー全般について幅広い関心をもたらした。ラスベガスのあるネバダ州以外でテキサスホールデムが普及するようになったのは1980年代以降である。カリフォルニア州には公認のポーカー店はあるものの、 許可されているのは、ドローポーカーのみで、テキサスホールデムは、スタッドホースを禁止する法令によって禁止されていた。しかし1988年、テキサスホールデムは、スタッドホースとは別のゲームであるとして区別された。それと、ほぼ同時に、州内のポーカー店は、テキサスホールデムを取り入れた。特別に記述されていないところは、一般的なポーカーのプレイルールにのっとる。 ポーカーの項も参照のこと。このゲームの目的はポットを獲得することにある。ポットを獲得するためには、ショーダウンの際に最も強い5枚のカードを持つか、中途のベッドラウンドにおいて他のプレイヤーを勝負から下ろす必要がある。テキサスホールデムでは1回のゲームで最大4回の賭けが行われる。そのうち最初の賭けの前に、 ディーラーの左隣の二人が強制ベッドをするルールが用いられる。ディーラーボタンはゲームに参加しているどのプレイヤーがディーラーポジションにいるのかを示すために用いられる。ディーラーボタンは1ゲームごとに時計回りに移動し、ディーラーの位置及びブラインドベッド対象者の変更が行われる。ディーラーボタン位置の左隣にいるプレイヤーはスモールブラインドといって、 通常最低ベッド額の半額をかける義務がある。スモールブラインドの左隣は、ビッグブラインドといって、当該ゲームにおける最低ベッド額をかける義務がある。テーブルに残っている参加者が2名となった場合は、ボタンのないプレイヤーが、ビッグブラインドを、ボタンの置かれたプレイヤーが、スモールブラインドをベットする。トーナメントルールにおいては、ブラインドアンティの金額はあらかじめ決められた。 ストラクチャーに沿って一定時間ごとに増加していく。テキサスホールデムにおける賭けのルールは以下の3種類が主に用いられている。各プレイヤーに2枚のカードが表を伏せた状態で配られてゲーム開始となる。この2枚のカードをホールカードあるいはポケットカードと呼ぶ。ゲームにおいてプレイヤーごとに配られるのはこの2枚のみであり、ショーダウンが行われる場合以外は 他のプレイヤーに公開する必要はない。カードが配られたら、ベッドラウンドが開始する。このラウンドは、プリフロップと呼ばれる。掛けは、ビッグブラインドの左隣から、時計回りに行う。この時、ビッグブラインドは、オープニングベッドに相当するので、最初のプレイヤーはチェックすることはできず、降りないのであればコール、またはレーズをする必要がある。 スモールブラインドを出したプレイヤーがコールするには残りの半額を出す。ブラインドがない場合はディーラーボタンの左隣から賭けを行う。プリフロップでの賭けが終わった段階で2名以上プレイヤーが残っている場合はディーラーは表向きに3枚のカードをテーブルに出す。これをフロップという。この3枚はすべてのプレイヤーに共通のカードである。この先の賭けは すべてカードが配られた時点でディーラーボタンの左隣のプレイヤーから時計回りに行われる。フロップのベッドラウンドが終わるとディーラーはさらに1枚の共通カードを開く。このカードをターンと呼ぶ。同様にターンにおけるベッドラウンドが終了するとディーラーは最後の1枚となる共通カードを開く。このカードをリバーと呼ぶ。 リバーにおける賭けが終了した時点で残っているプレイヤーが2名以上いる場合勝者を決めるためにショーダウンを行う。2名以上のプレイヤーが最後の賭けを終えて残っている場合はショーダウンを行う。ショーダウンとはプレイヤーの手元の2枚と場に出た5枚のコミュニティカードの中から最も強い5枚の組み合わせを用いて手の強さを競うことである。手元の2枚は両方使っても 片方だけ使っても、全く使わなくても構わない。最も強い手を持つプレイヤーがポットを獲得する。ポットを獲得する権利のある、最も強い手が、複数のプレイヤーによって持たれた場合は、ポットのチップは均等に分けられて、各プレイヤーに支払われる。この際、ゲームで利用している、最低単位対象人数に満たないチップについては、ディーラーボタンから遠いプレイヤーから時計回りに、 優先される。伝統的に、ポーカーは金銭をチップに両替して、ゲームに参加している当事者間でその特質を競う、ものであった。他方で、一定額の参加料を支払って、全員が同僚のチップを持って、ゲームを行う、トーナメント形式のゲームも行われている。プレイヤーは、手持ちのチップをすべて失った時点で、トーナメントから離脱し、最終的なジュニーにより、 賞金が決まるという形式である。賞金は、プレイヤーが支払った参加料の総額から、主催者の手数料、経費を取ったものとなる。参加料の表記法として、賞金として払い戻される額と、主催者が得る手数料に分けて表記されていることが多い。例えば五百ドル三十ドルと示された場合、百三十ドルのうち五百ドルは、賞金総額に加えられ、 勝者に払い戻されるが、30ドルは主催者の取り分である。テキサスホールデムは、フロップポーカーに分類される。フロップポーカーには、テキサスホールデム以外にも、以下のようなバリエーションがある。テキサスホールデムと基本は同じである。ただし最初に、手札として、複冊4枚配られる。テキサスホールデムと違い、場の5枚のうち3枚。 主札の4枚のうち2枚を必ず使わなければいけない。テキサスホールデムの変形ルール。最初に福札2枚配るところを3枚配って、そのうち1枚を捨ててから別ベット開始するゲーム。テキサスホールデムよりは手役が高くなる場合が多い。パイナップルは最初に1枚捨てるが、それをフロップが出てから捨てることにしたゲーム。パイナップルよりさらに高い手役ができやすくなる。 主冊を複冊4枚配り、最初に1枚捨ててベッド。フロップを見てからさらに1枚捨てるゲーム。パイナップルとクレイジーパイナップルを合わせたようなルール。もともとはカジノ向けに開発されたルール。最初に複冊2枚配るところを3枚配って、しかも1枚捨てないで最後のショーダウンまで主冊3枚でプレイする。序盤から中盤にかけて、 チップを失っても参加料を追加で支払うことにより、チップを追加できるルールや、一定時間経過後に1回に限りチップを追加できるルールなども併用される場合もある。ありがとうございます。